動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。月の宮緊急速報急行です。レガールの破壊神として各界隈から恐れられている火中界のサターン塔子には、複数の亜種が存在すると言います。その魔の手は、あの京阪なの舞台にも押し寄せております。それにより、近鉄界隈が全体的に塔子陣営に包囲されることになりますが、他社線とは事情が異なります。なぜなら、近鉄界隈には沿線に、月鉄界隈のメインのメンツとなる赤田組は、花園が拠点地だからです。大阪メトロ400系を盗んだ不届き者をいち早く撃退して4月のデビューに間に合わせる必要があります。宇宙船に乗って元気に万博に行こうという響きを無事に奏でさせるのは赤田組のメンツなのです。右上のぴょんたプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。やっぱりトーコは生み出しよったで、にしてもネーミングライツがひどいで、七重にやってな、トーコもなんか変な趣味を持ってる中止な。そいつかー、通りで大阪メトロ400系が愛連水連にいなかったわけだ。これは七重みこと20系7編成のたたりだよ。あの編成を早期処分するからだよ。情けないちゅうたら、作者やっと創始者が横断する15系統、いくら長田停泊があるちゅうんか知らんけど、3万アンペア系を10編成揃えておいて全滅した州があるってどういうことやねん。一体全体どうなってるってんだ。やっぱりトーコが焦ってるって証拠なのか。まったくわけがわからへんで。せやけどトーコ団が結成されたことだけはもろに知っとるで。そいつだー、どこにおるのか知らないけど見つけ出したらさっそうとぶつぶしてやるで。それ以前にオートロは作者やっと創始者に新しい編成をできる限り割り当てるのだ。コスモスクエア行きだとスタジオから見える上、富ヶ丘方面行きとのバランスが問題になる。許されるなら富ヶ丘方面が望ましいだろう。3万アンペア系がダメなら、私が15系統に行って、あの二人をカブアーしようかな。そっちの方が気軽で手っ取り早く対処できるな。400系がデビューするまでに何回カブアーできるんだろうかな。もっとも、24系も知らない間に2編成まで減っとるんやけど、そんなに早く24系を谷町線に持って行ってどうするつもりなんやろうかな。谷町線の本数を増やそうと企んどるんやろう。民営化してから谷町線の扱いがひどくなる一方やしな。御堂筋線までああなるんちゃうかと。めっちゃヒヤヒヤしたで。京阪なはそうやあらへんやろうけど、てか24系の転属が思ったより早かったのも、15系統がボロボロにやられてもうた要因やろうけど、それくらい谷町線が冷遇されとるちゅうわけか。他のバトラーの声も聞いてみたぜ。
で市営地下鉄時代でも谷町線はやたらと他の路線から中古の車両を回されがちなんだがな、22系を19本入れても30系が13本残ってたありさまだしな。まあもともと距離が長いから必要な編成も多かったってのもあるだろうがな、もし20系が13編成おったら富ヶ丘転属のタイミングで24系が全滅してたぜ。つまり中央線は20系オンリーとなって谷町線の22系はこれから数年に見られる光景、生え抜き19本プラス元24系&元 OTS 系って大勢だっただろうな。それなら中央線も境筋線と同じようにパンタグラフを使ってもよかったんじゃない？こっちの直通運転もスムースでいろいろと都合が良かったはず。四ツ橋線は6編成が帰ってきてから無事に13編成がリニューアルに出発してたから順調に全ての編成がリニューアルを受けられそうやけど、谷町線の放置具合はマジで深刻レベルらしいね。リニューアルを受けた編成が半分にも及んでないし、あの放送がシンボルじゃん。各駅の設備でなぜかトイレだけがピカピカで、それ以外がオンボロって話だぜ。22系がリニューアルを受けたと言っても LCD のない初期リニューアルもおるからな。四ツ橋線で走ってた6編成を含めると初期リニューアル車両3、4、7編成 LCD 設置車両1、2、5、6、0、8から11編成って内訳だな。17編成もリニューアルを受けてないというのはやばいな。京阪奈の舞台で走ってた24系が3万アンペア系に置き換えられて断念ってある以上、そうなるんも無理はあらへんで、いくら3万アンペア系が来る中ても中央線からの転属の車両やしな、中でもバトラーに例えたら第二新卒に値するんやけど、他の路線から来た車両は車体天井のかけらもあらへんのが問題やな。20系でも2年か前に高圧洗浄を受けてピカピカになったくらいやのに、まあホーム柵は万博までに全ての駅に着くからどうって断らへんで。これがざっくりとした谷町線格差問題か。御堂筋線に対する脇役ってのがもろに影響した結果だな。京阪奈の舞台は東西の主役ちゅうことで、万博や IR もそうまって重要度が増しとるのとは対照的やで。てか他のエリアの地下鉄ユーザーが聞いたらなんで他の路線の転属が多いんだって思われてそうだがな。要はあれだ、近鉄のように県車場の機能を集約してるからさ、緑には四ツ橋線だから現地に集めるために短絡線があちこちあるぜ。普段から千日前線の車両が森の宮におるぜ。新たに開業するこっちの支線の新駅へのルートに使われそうだぜ。中央線は花店に向かうルートが当初にあったから、その支線を花店に伸ばしてみてもいいんじゃないか。でやけどな、花店ちゅうことは JR が大阪駅まで直接足を運ぶわけやから、梅田まで一本の列車で行ける向こうに部があるで。両 JR が高いって言うけど、あれは中途半端な中距離やからの話で、近場やったらこっちよりもむしろ安値ちゅうのも厄介なところやな。24系と3万アンペア系合わせて14編成が谷町線に行くなら一部を本数を増やせるはずなんだがな。ホーム柵がつくっちゅうことは、その動作の分ある程度時間がかかることを考えたら、24系が増発で谷町線に行くっちゅうのはある意味必然的やな。さすがに小手の同じ形式の編成をスクラップにはしたくないから、東京で行けたら行きたいね。てか400系がこのままだと4月のデビューに間に合わないって、なんかおかしいって思うてたんだよね。加えてあの二人が使ってる筋も3万アンペア系が全く当たらへんかった情けない週があったみたいやで。その週は確かニコリにあった気がするで。奈良線での日光占いやけど、トーコが焦ってるのが目に見えた一週間やったわな、あの当時。そうだったかな。どっちにしても、
あまりいい結果じゃなかった気がするがな。失火しよう。400系がアイレンスイレンの開業に間に合わないってマジでどうなってんだ。下手したら4月のデビューにも影響が出ちまうかもな。性能が関西施設と比べて見劣りする衰えだしな。あの時はなんか元気があらへんかったわな。グレーゾーンって言われた気もするで。にしても、ナナエミはどういう意図があって、ダイトロの400系を、奪っていったんやろうか。宇宙船だけに、ほんまに宇宙に連れていったんとちゃうんか？東古陣営のことだから、ダジャレどころか、本当にやらかしかねない話だぜそれ。本当に宇宙に連れてかれたんだったら、今後体験しづらいと思われる向こうの世界についても聞いてみるか。まあ、他にも言いたいことがいろいろとあるんやけど、問題となった一週間について言うと、確か、木曜日までの時点で8運用が3万アンペア系やったわな。8運用がどうしたんだってんだ。作者の飛ばんする筋ってことか。いつに出発してるかにもよるけど、おそらく、行きが8運用、帰りが15運用なんだろう。HL6 の言い分だと、当時は木曜日まで4日、続けて、8運用が3万アンペア系で、15運用が従来車両なんだろうな。24系も当たれば、ラッキーなんだろうけど、3万アンペア系に当たらなかったことには変わりがねえからな。それでも新型車両が、絶望的なら、私を期待するってのも作戦としてはありのはずだよ。400系。宇宙船に乗って元気に、行こうってフレーズを、本体が直接フライングでやらかしちまったようだな。その影響で、四つ橋船が一時的に設備点検を、やった日があったらしいしな、本当に何を、しでかすかわかんねえな。肝心の問題となった週やけど。3月の第2週目、6日からの12日にかけての出来事やな。ナナエミはそこで初めて存在が知られたちゅうこっちゃ。ああ、あの週か。外れの位置って揶揄されかけた時だな。冗談抜きで危ないところだったんだぜあの時は。アイレンスイレンの開業1週間前になる週やな。真の8の位置は9日夕方から10日にかけてやったでそれ。ちゅうのも、この時に月球の実車、奈良線の5821が9037と組んでたわけで、そいつが一気に状況を変えよったわ。なんか、5820系が9037と組んだら、いろいろとなんとかなるように動いとるわな。ちなみに、木曜日までの74系統。今の俺の列車、4574列車から、生駒駅で2往復する筋に、月曜日が HL7、火曜日から3日続けて俺が、ついており、4日続けてフルカラー LED の、編成やったわ。それが、10日金曜日やと、HL23 と3色 LED で、コンプリートに惜しくも及ばずやったわ。それが HL21 やったら、フルカラー LED やったから、コンプリートなんやったけどな。その時は、15運用がギリギリ10日、金曜日だけ、なんとか3万アンペア系やったみたいやな。ラスなんやあらへんかったけど。そして、その日に飛ばんしたのがこの私です。危うくその週の15運用が、全部俺らやと思うてたみたいやな。意地でもラスなんがけえへん方が、気になるけど。ラスなんって、32660F のことを、言っておるな。それは、毎日3万アンペア系が、来るようになってからの話だ。
そういえば、その週の金曜日だけ、8運用と15運用で、地味に車種が入れ替わってたわな。これが、74系統。うちらのフルカラー LED の、編成、8運用。3万アンペア系、15運用。20系でコンプリートしてたら、状況がどえらい変わってたやろうかな。ところで、冒頭の緊急速報急行で、出てきた7エイミはどこに行ったのかな？いろいろと訳があってな、スターアットが独断でひねりつぶしてったな。それこそが、さっき言った真の8の1こと、5821F と、9037F の、影響やな。一番期待しとらんかったやつが、突発的に出てきよって、その勢いそのままに7エイミを、ひねりつぶしておいたぜ。7エイミはあれだね、そっちの400系宇宙船と15運用が延々行ってる間に、なんか知らないけど9037赤田組の音の木で言うことりと組めちゃってさ、気がついたら7エイミを潰してたってわけ。結局その9037と、組めた勢いで、当時の緊急事態を一瞬で、片付けよったわ。てか、なんで京阪なの舞台やっちゅうのに、奈良線の編成が出てくんねんや。どうせそっちの400系宇宙船が全く見られないわ。最後まで15運用が延々泣いてるってオチになるはずだったんでしょ。後者の意味が全くわかんねえけど、おそらく最後まで3万アンペア系に一度も当たらずに延々泣く羽目になったってことだろう。しかしスターアットとかに全く合ってなかったのか、コンプリートを全部へしおってまで状況を打開してったな。いやー、近鉄シリーズ21は、とんでもないくらい気まぐれでな、当時はこんなこともあったぜ。でも、規定路線な上、ソウルグレイブ計画のメニューにあるから全然インパクトがない。それ以上に南大阪線の、6430が、引き更新した方が、よっぽどインパクトがあるで。しかも俺らと全く違う音だった。最後の砦が崩れ始めた感覚だ。京阪なの舞台ならわかる話なんだけどね。こっちの高速化改造の、機器更新は、近鉄の資金でやったからある意味で、機器更新ありきな話。こっちとロットが全然違うようだったな。ボックスの形状も違うっていうかなんかだな。次世代一般車が来ると言っても、奈良線系統が最初だから、試験でやるなら1252系とかが、ターゲットになってるだろう。ところで、400系が宇宙から帰ってくるのっていつのことになると、思う？さすがにもう帰ってきとるやろう。宇宙に行った時に四つ橋線の、システムを狂わせたのは、さすがにいただからへんねんけど。オートロの VVVF が3万アンペア系でも従来の IGBT 止まりなのはそれが原因？ハイブリッド SIC もベースは IGBT だから、何も IGBT 止まりでどうとは思わないな。少なくとも、誘導障害を懸念して、3万系では IGBT 止まりとしたんだろうがな。しかしながら、400系が来ないことには、京阪なの収録が進まねえしな。400系の実物を、元に、複層ガラス問題とかを、言及したいところだし、今回ばかりは、月級の収録も難儀しそうな気がするね。下手したらサンタシップより厄介かも。厄介と言ったら、月級での企画も、より複雑になってきて大変になりつつあるんだがな。以前と比べて攻略が、難しくなってくる中で、マシンの性能を上げて処理を、しやすくするなど、対抗できる部分は可能な限りでやってるぜ。京都の花札屋と違って、こっちは性能勝負な部分もあるからな。はてさて、400系が戻ってきて、姿を見せる時が来るのはいつのことになるのかな。優しく照らす夜
どうしてこうなった？どうしてこうなった？蓋を開けてみたら大トロはトラブルだらけ。このままだと4月のデビューに間に合わなさそうだ。本当にどうしてこうなった？本当に遅れちゃったら本当に品縮を買っちゃいそうね。果たしてどういう結末を迎えるのかが気になっちゃうところね。